皆さんこんこにちは今日はですねスタンフォード大学の面接入試試験ということで比較簡単な問題ですね。A 2AB B が38でこれは正の整数ですからまたこういう格好にしてですねでこれとこれが掛け算がこうなるという整数の組み合わせを探せばいいわけですね。 だから目標はこういう格好にすることですね。えー、まず A プラス 2B ですね。B2A プラス1ということで38。これ 2A ですから 2A にして 2B 2a プラス1が、えー、これ3倍あ2倍ですねかけの2と。でこれ 2a プラス1をここに持ってくれば 2b の 2a プラス1で、えー、うまくいきますね。ということは 30a これは76ですかプラス1と。 いうことで 2a+11+2b プラス,1え1プラス B が77ですねでこうなるとあとはこの組み合わせ約分できる組み合わせこれはですねえ約分できる組み合わせは77の組み合わせはですね1 か77ですねもしくは7か11ですね2つしかないですねで1か77っていうのは例えば 2a+12b+1 が0で、えー、片方が1なら 2a+1 1>, 1が1なら 2b プラス1が77とでこれは a は0になりますねだからこれはダメだとで逆に 2a プラス b も0になるからダメだと言えますねえー だから正の整数っていうことですから、えー、これ 72a プラス1が7なら 2b プラス1が11だということでこれを解けばいいわけですね。A はえ3ですね。B はえ5ですね。 でこの逆の場合 2a プラス1が11で 2b プラス1がえ7の場合これは逆になるということですね。ということはこれは正の整数ですからダメだとこれが回答だということになりますね。 はい。そういうことです。まあ、面接の質問ですから、そんなに複雑な数学の問題は出てきません。え今日の単語はですね、i ン m a t u r e i チ m a t u r e っていうのは、マチュアっていうのは成長する、成熟するということですね。i ン m a t u r e っていうのは、まだ成熟していない。ということは、幼稚なっていうような意味ですね。えー He started arguing after drinking 酒酒を飲んで、えー、あ喧嘩腰越しになったと。He is so immature 彼は本当に幼稚だ、えー。いつまで経っても成長しないっていうような意味ですね。それから inaccessible っていうのは、えー、ちょっと手の届かないところにあるようなものですね。例えば、 Uh, which university is my option?MIT、uh, is inaccessible to me.MIT はちょっと手が届かない。だから、um, I, I have to choose other university as my goal ですね。他の大学を選んだ方がいいというような言い方をします。